それでは続きまして、塾長の正規より、塾塾長の長谷山をご紹介申し上げます。本日は、えー、次期塾長を紹介する機会を与えられまして、またこの記者会見に皆様、たくさんお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。慶應義塾を代表して、御礼を申し上げます。先ほど、慶應義塾の評議委員会におきまして、次期塾長が滞りなく選出されましたこと。 えー、現塾長として誠に嬉しくまたありがたく思っているところでございます、えー、私はあの議塾の安定的な発展を、えー、図るためにはまあ、塾長は誰しもあの生涯にわたって勤めることはできないわけですので、えー、塾長の円滑な塾長職のまあ円滑な意向というものが不可欠であるというふうに考えております えー、そのために、えー、塾長職の任期をあら,たあらかじめ、まあ、あの限定いたしまして、そして、えー、着実にです、ね、次々と良き塾長が選出されるようなあの仕組みがあのよろしいというふうに考えまして、今、えー、司会からもご説明がございましたけれども、私の塾長任期の1期目に、えーまあ、塾長の任期は最高2期までというふうに 提案をし、評議委員会に認められ、それが現在の慶応義塾規約の中に定められているところでございます。今回、その期待通りにですね、慶応義塾規約、そして塾長候補者選考委員会規則並びに推薦委員会規定、同最速に載っておりまして、しっかりと新しい塾長の選出がされましたということは、 誠に喜ばしいことでありますし、えー、この過程でさまざまにこの塾長の選考に参画された方々にも、えー、御礼を申し上げとともに、えー、ここに次期塾長を紹介できること、大変うれしく思っているところでございます。えー、次期長長長ののの山山明ささんんでございいます、えー、長山さんはあの現在の私どもの執行部において 教育全般を担当する常務理事をお務めいただいております。執行部に入っていただく前は文学部長でございました。ちょうど私が塾長になる時、小学部長でしたけれども、同僚の文学部長として一緒にその時から仕事をしているわけでございます。それ以前にには学学生生総合センターのセンンタターーのの長をお務めななるなどとても学生思いの 先生でありますちなみにあの、長谷山さんは現在、慶應義塾体育会相撲部長もお務めでございます。たぶん、塾長になられると、残念ながら、えー、部長職はあの、えー、どの方に代わられることになるかと思いますが、まあ、相撲部長も今はお務めでございます。まあ、あのこうしたあのご経歴からもよくわかりますように、長谷山さんはこれまで、えー、慶應義塾の教育の質の向上に一貫して、 ご尽力をいいたただいてまいりまりした、えーまあ、そういう方を、評、えー、議委員会が直々長として、えー、選んでくださったということは、私個人としても、えー、大変ありがたいことだなと、また慶応義塾の将来のために本当に、えー、ありがたいことだなというふうに思っているところでございますそれではちょっとあのこの間にです、ねあのあの、本当の撮影タイムを設けたいと思います。 <laughs> 若きしない。それよろしいでしょうか。<laughs> 続きまして、次期塾長に選任されました長谷山よりご挨拶を申し上げます。それでは改めまして、長谷山でございます。えー、その着席にて大変失礼ですが、お話をさせていただきます。えー 最初にあの少し脱線いたしますがあの、私、塾長からご紹介いただいた通り、大会の相撲部長を務めておりまして、時々、長谷山というのはしこ中というふうに言われることがございますけれども、<laughs> 私はあの歴史学を専門としておりまして、私自身が調べたところでは、明治以降、長谷山という関取はおりませんで、過去に長谷川という大関がございましたけれども。 えー、長谷山はおりませんし、私自身あの相撲を取ったという経験はございません。えー、失礼いたしました。<laughs> で私本日の臨時評議委員会で、えー、評議委員会のご指名によって政義塾長の後を受けて次期塾長職に専任していただきました。でこの8年間政義塾長のリーダーシップの下。 私も常任理事として執行部の一翼を担ってまいりましたでこの8年間リーマンショックあるいは東日本大震災の影響を乗り越えて政経塾長のリーダーシップの下慶應義塾は教育研究医療の向上に着実に努めてまいりましたで私は慶應義塾がさらに力強く発展して世界から 高く評価される大学に成長できるように、慶応義塾社中の皆様と協力して全力を尽くして参りたいと決意しております。でお手元にお届けしている資料は、塾長選挙の際の私の所信表明の資料と基本的に同じ内容でございます。 でこれをご覧いただきながら、あ少し私の方からですねあの、考えを述べさせていただきたいと思います。えー、ご覧いただければと思いますで。現在、グローバル化の波が大学にも押し寄せておりますけれども、私の理解では、グローバル化というのは、共通ルールによる平準化の波ということですから、そこで生き残るためには、世界標準に適合すると同時に、 個性を持たなければならないと思いますで慶応義塾の個性とは学問を収め制業を持ち流行に惑わされず社会の進むべき方向を考える独立自尊の人材を育成してきたということだと思いますでこの義塾の理念は不変ですが時代に適した教育 教育を支ええるる研究の強化が必要であると考えておりますで教育支援についてですが慶応義塾の創立者である福沢は学校は人にものを教えるところにあらずただその天使の発達を妨げずしてよくこれを発育するための具なりという言葉を残しておりますでこれを復元しますと世界で活躍できる人材とは 課題の本質を見極める洞察力と解決法を発見する想像力でさらに異文化を理解し違いを乗り越えるコミュニケーション能力そして民族や宗教を超えた普遍的な倫理観を持つこうした人材と思いますでこのような人材を育てるためには旧来の知識習得型の教育では十分ではなく 新しい学び、特に多様な学びが必要になると思います。中でも、海外での学習・体験は非常に重要だと思います。で現在、慶競義塾では進行中のスーパーグローバル授業、あるいは各学部が行っている特色ある国際プログラムがございます。 これをさらにですね推進するということが必要であろうと考えております。また大学院教育の重要性は以前にも増しております。狭い専門性ではなく広くかつ深い専門性を備えさらにコミュニケーション能力を備えて大学や研究機関のみならず社会のさまざまな分野で活躍できる 博士人材を育成することが大学の使命であると思います。でこの5年間理工学研究科を中心に博士家庭教育リーディングプログラムオールラウンド型という分離融合型で2つの修士と1つの博士を5年で取得するというプログラムで第1期生が終了いたしましたでこの成功を生かして博士 人材育成プログラムの拡大を図りりたいと考えておりますまた、義塾の特色として、学部制の約2割が、一貫教育校出身者で占められているということがございまして、一貫教育校出身者の役割は、これまで以上に重要になると思います。高大の連携を推進して、個性と英才にあふれた人材を育てたいと。 願っておりますでさらに柔軟で吸収力の高い中等教育段階で海外の学習を経験することは非常に重要です。で全塾の高校段階から選抜した生徒をイギリスのウィンチェスター・カレッジアメリカのフィリップス・アカデミー・アンドーバーなど伝統のある寄宿制学校パブリックスクールボーディングスクールへ 派遣するという日本では初めての制度が3期目に入っておりますで、その効果を広げる努力を今後も続けてまいりますまた教員の負担増を避けつつ海外の一流校並みの少人数教育を一貫教育でも実現するそのために必要な施設の改善や人事制度の改革を進めてまいりたいと考えています 研究支援に関しましては、研究力の向上には思い切った資金と人材の投入、研究の自由の確保が必要になります。しかしご承知のとおり、公的助成は競争的な外部資金が増加し、逆に基盤的補助の減少傾向が続いております。競争的資金は重要ではありますが、比較的速効性が求められますので、 長期の熟成が必要な研究には適しておりませんまた実は技術の研究資金の構成は他の主要大学と比べて自己資金の比率が極めて少ないという実情がございます。今後は自己資金の充実に努め研究力のさらなる向上を目指します。また具体的には新しい研究拠点の整備と 国際共同研究の推進を進をめてま,いりま,すでまた既存の福沢基金小泉基金などの大型な教育研究資金の増資を図って教員の留学制度の充実など教育研究環境の改善に努力いたします。これによって高額の研究資金を要するのではなく 試作と熟成の時間を必要とする人文系の研究を支援する支援の強化が可能になると思いますでさらに研究プロジェクトの全体を企画運営できる URA などの人員の増加組織の強化を図ります大学院生や若手研究者の研究環境の改善も急務です 奨学金制度の拡充はもちろんですけれども、キャリアの形成こそが必要です。従いまして、現在、義塾が持っている研究、奨励、助教制度の拡大、RA としての拡大、雇用拡大等によって、若い研究者が安心して研究に専念できる環境を整備したいと考えています。また、施設整備につきましては、 慶応義塾のかつて塾長でありました小泉晋三が大学は学問の府であるだけではなく青春の学園であり大学長以下教授職員は学生の師であるとともに友でありたいという言葉を残しておりますところが最近の学生生活実態調査の結果によりますと授業のない日は大学に来ないと答える学生がほとんどです キャンパスが自立的な学びの場、憩いの場として機能していないという様子が伺われます。従いまして、キャンパスを単に学びの場であるだけではなく、居場所、生活空間として捉え、教員と学生が授業以外でも知的に交流できる、そうした施設の整備を進めたいと思います。また、慶応美塾は教育研究に加えて、医療、医学部、病院を要しているということが、 大きな特色でございます信濃町キャンパスでは現在医学部の開設100年を迎え世界に冠たる先端的な医療研究の拠点にふさわしい新病院等の建設が進んでおりますで慶応病院は幸いにも臨床研究中核病院としての認定を頂戴いたしましたがこの高度な先進医療を支えるためには人材の育成 研究を支える人材の育成が関与です従いましてキャンパスにおける教育エリアの整備が次の課題になると思いますで湘南藤沢キャンパスでは未来創造塾の建設を核とする国際化の推進が進んでいますし他のキャンパスあるいは一貫教育校でも教育研究の未来を見据えた施設整備が進められています施設の整備は 単に老朽化した施設の更新を図るだけではなくて次の世代の教育内容について議論を尽くし少人数教育課外教育など多様な学びに適した教室のデザインあるいは IT インフラの整備など総合的に計画を進める必要があるそして法人も全力を挙げて各キャンパスの取り組みを支援したいと考えております。 でまたこれは義塾の現状をお知らせすることになりますが現在義塾キャンパスの教室図書館等では基本的に空調温度が冬は20度夏は28度に設定されておりますで近年の過酷な気象条件の下では学生にとって決して快適な学習環境とは言えませんしかしこれは CO2 規制制ををクリアすするるために制限せざざ得ないといいとう事情もございますそこで長期的なエネルギー政策を立てて例えば LED 照明の増加太陽光発電など環境に配慮したエネルギー政策への転換を図ることで同時に大学の社会的使命も果たしていきたいと計画しております。 大学は文化を継承すると同時に文化を創造し社会に発信する使命を帯びていますその象徴的な施設として博物館が挙げられますが大変お恥ずかしいことに技術には本格的な博物館がございませんただ近年は分散型の展示施設の整備に努めてまいりましたけれども今後世界標準の大学を標榜するのであれば 本格的な博物館は必須ですで。また博物館は旧来の保存・展示を主とするものではなく IT の活用を図りデジタルとアナログコンテンツの融合によって発信力と教育・研究機能を十分に備えた施設にしたいと考えております。で法人経営ですが大学改革を進めるためには何よりも 安定した財政基盤を持たなければなりません自己資金の充実政経塾と塾長のもと達成された財政の健全化安定を維持していく努力をいたしますまた法人事務部門ではスーパーグローバル事業国際寮の運営国際入試病院運営など業務が多様化複雑化しております職員の負担増 仕事の偏りを避け効率を上げるための工夫をいたしますで、義塾の教育研究の向上のためには人事制度の全般的な改革も必要になります優れた人材を獲得し雇用の安定を維持し働きが報われる方向を模索しなければなりませんで最後に教育研究医療のあらゆる分野で 義塾の各キャンパスが将来へ向けて真剣に改革に取り組みさまざまなアイデアが目を出しつつあります法人が共学部門の自律的な改革を支援しつつ全学的な課題の解決に向けて力強い推進役を果たすことで個の強化による全体の発展が実現します福沢諭吉の理念である 一心独立して一国独立すの精神は、大学改革においても同様である、というのが私の考えでございます。以上でございます。どうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。